ウダイシングは、北インドのラージャスターン地方、マールワール王国の君主。ウダイシング1538年1月13日、マールワール王国の君主マールデーブの息子として、ジョードプルで誕生した。1562年11月、不王、マールデーブが死去し、不王の長妃から生まれた弟であるチャンドラセーンが、兄たちを差し置いて、王となった。だが、ウダイシングを含む、 兄たちはこれに反抗し、ムガル帝国が介入した結果、兄たちには国土の一部がジャーギンイルとして与えられた。その後、弟、チャンドラ聖縁が帝国に反乱を起こしたため、1565年にジョードプルは占領、王国は併合された。なお、ウダイシングはジョードプル占領に協力している。1581年、弟チャンドラ聖縁の死後、 1583年8月4日に皇帝アクバルより王国を返還され、正式に王となった。1586年1月21日、ムガル帝国と同盟関係を構築するため、ウダイシングは娘のジョーダーバーイーをアクバルの長男サリームと結婚させた。彼女はムスリム風の名前ビルキース・マカーニー・ベーグムを名乗り、後に皇帝となるシャージャ・ハーンを生んだ。 1595年7月11日、ウダイ・シングはラホールで死亡した。死後、息子のスールシングが王位を継承した。ウダイ・シングは自身の名にシングの名を付け、以降シングが歴代の王の名に付けられた。また、皇帝、アクバルや友人、自身の死から太った王を意味するモタラージャと呼ばれた。ありがとうございます。